雪深い山あいを走る1両編成の列車。秋田県の豪雪地帯を縦断するローカル鉄道、秋田内陸線です。車窓からの景色はまさに白銀の世界。大自然の絶景をゆったりと眺めながら列車に揺られたどり着く秘境の宿があります。猟銃を担いだマタギの像がある駅に到着。秋田駅からは新幹線と内陸線でおよそ2時間半。その名も阿仁マタギ駅です。この無人駅から送迎車で3分、北秋田市の一番奥深い場所にある一軒宿、ウッド温泉マタギの湯。宿のロビーで出迎えるのは全長2メートル、巨大なヒグマの剥製。この地域はマタギ発祥の地と言われています。マタギとは古くから熊などの狩猟を生業にしてきた人たちです。そのマタギたちが疲れや傷を癒したという掛け流しの温泉。はるばる首都圏から宿泊客が続々と訪れています。秋田内陸線が好きで結構何度か乗ってるんだけど、はい、景色もいいしのんびりしていいですね。お得な切符を使った大人旅を満喫する人も。4日間 JR 東日本乗り放題切符15,270円とのやってるんですよ、はいはい、今日は北新潟に出て、日本海側秋田に出て、新幹線で角館に出て列車に乗ってたどり着きました。コロナ禍で落ち込んでいた客足は8割まで回復。すごい雪景色ですね。そうですね。若い方も結構いらっしゃってます。でここ数年コロナの関係で海外の方はほぼいなかった状態だったんですけども、緩和されたおかげでですね、結構海外の方もちらほら来始めてます、はい、宿の中には国の重要有形民俗文化財に指定されているマタギ資料館があります。マタギの文化に触れたいという老若男女が全国各地から訪れるといいます。マタギの料理を食べようかなと思って、一番人気の料理がこの熊鍋です。味噌仕立てですのでね、野菜の甘みも出てますし、はい、熊自体のお肉もね結構柔らかいですね。結構脂身の方が逆に甘いんですよ。隠し味でどぶろくを使わせていただいてます。いざ食べてみると、ああよかったっていうお客さんがほとんどですね。